ご視聴の皆様おはようございます。吉高です。ご覧いただいているのはプレイステーション4版のバイオハザード HD リマスターでございます。全くやる予定なかったんですけど、どうもこう私の周辺ではバイオハザード結構遊んでる方が多いので、特に、お二方ほどですね、非常にやり込んでらっしゃるってことで、ちょっと、全く私みたいなバイオハザードもう本当ペラペラのプレイヤーなんでお見せするようなことではないんですけど、HD 版なので今回はどれぐらい映像的に美しくなっているのかなってことでちらっと見に行ってみたいということです。よろしかったらお付き合いください。もうタイプライターのところからもすでにちょっとねドキドキしてるんですけどニューゲームだって、だってロードするデータがないって、ニューゲームですね。もうこれ完全今内輪向けに作ってるんで字幕少なめです。もうこういう画面ですっていうのを見たいと思うので、ムーブタイプオリジナルじゃなくてアレンジでこれでいいのかな、白く光ってたらいいの。私は字幕が欲しいんでサブタイトルは入れましょう。サブタイトル入れてるのでイングリッシュでスタートということで、ディスプレイはワイドですね。当時のオリジナルで3対4だとちょっと私の画面的にちょっと困るところがあるので、ゲームについて思うことを答えてください。そうですね、私バイオハザードの操作感はちょっと難しいんで、ハイキングのようなもので無理なく目的地までたどり着けるものということで、キャラクターセレクト、クリスとジルは当時の、綺麗だけど当時のクリスと、でも上下選択できるじゃん、左右じゃなくて、好き。BSA の時にもういる隊員のところ、クリス、もう超好き。このクリスでバイオできるんだったらさ、ちょっと頑張ろうかな。懐かしいですよね。デザインもあんまりちゃんとも今っぽくというか、程よく当時のまんまなんで。ということは、オープニングムービーなんかはかなり。Alpha team is flying around the forest situated in northwest Raccoon City, where we are searching for the helicopter of our compatriots, Bravo team, who disappeared during the middle of their mission. No, not yet. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten.The Bravo team was sent in to investigate, but we lost contact. Look, Chris! Bravo team's helicopter was a derelict. Save for the remaining body of Kevin. We continued our search for the other members.And it turned into a nightmare.
guys this way. Damn it! Make for that mansion! There are only three STARS members left now. Captain Wesker, Jill, and myself. We don't know where Barry is. Is everyone all right? Barry. Where's Barry? He's... No. What was that? I'll go and check it out. All right. Jill and I will stay and secure this area. Chris? Take care. Yeah.扉の感じも新しくなってますね。新調されてますね。おお、あ、なんか新しいゲームみたいな気持ちでできるけど、あ、やっぱこの視点が固定になってるのと、操作はそんなに、あ、アレンジを選択したと思ったんだけど、これはどうなんだろう。オリジナル、あ、いや、いいのか。アレンジになってますね。でもちょっと待って、ごめんなさい。私はこの操作の仕方はすぐパッと切り替えれるかな。あ、でも攻撃 R1 で武器を構えて、まあいいでしょう。取ってくれと言わんばかりのインクリボンですね。なんかインクリボンもなんかちょっとツヤツヤのね。タイプライターも。綺麗になってる分、なんて言うんですかね。恐怖感があんまり、なんだろう、ホラーゲームに慣れちゃったのかな、長年ゲームやってると。うわ、綺麗みたいな、うわーみたいなしかないんで、なんか、なんていうんですかね、プレイステーションの時だとちょっとまあ荒いっちゃ荒かったんで、当時なんで、それがすごく不気味だったんですけど、今見てみると部屋めっさ綺麗って、すごいなんかちゃんと生活感があるみたいな感じで、逆にあんまり恐怖感がないんですけどね。まあ言うても、そうですね、ちょっと私は2とか0とか途中のあのドリームキャストとかで出てたやつがちょっとかじった程度なんですけど、その後バイオハザード4、5、6もやってますね。あと 3DS でリベレーションズもやってるんで、しれっと操作感変わってからのバイオはがっつりやってます。でもやっぱこの視点は、あ、ここだ。あ、ナイフ1本でよかったんだっけ。ここは何もしなくていいのか、ちょっと構えてみるけど、そうですね、冷静ですね。神殿図冷静ですね。あ、ここか。何もしなくていいのか。あー、ダメだダメだ。そっちをちゃんと食べてからにしなさいよ。食べかけはダメですよ。あ、ちょっと待って、これ戦わなくて戻るんだったっけ。でもちょっとこのナイフ当ててみたい。距離感がわからないですよ、距離感が。ああ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと食べ、いや、あちこち手つけんなって。食べかけでしょ、もう。わー、ちょっとこの部屋気になるけど、この人はちょっとなんか食欲の秋ですね。あー、ちょっとやめて、マジで。あー、結構ある。これなんか、何か押すんじゃなかったっけ。うわ、ちょっと思い出せね。いてーよ。助けて、ベスカー。ちょ、手前のドア、手前のドアだわ。ちょ、戻って。これもう、ちょっと操作終わってると、今の、やっぱ、アクション性の強い操作に慣れてからのバイオの方が私は長いので、ついついそっちでやってしまおうとしますね。落ち着こう。
すごいですね。首根っこ噛まれてたのに痛いのお腹なんですよね。きっとね、脇腹が痛いんですよ。噛まれてるのはね、動脈のあたりなんですけど、ね。頸動脈の。あ、もう一人にしないで。これエントランスも綺麗ですよね。これはもうね、これ見よがしに置いてってくれてるんでね、持っていきましょう。でもこのキャラクターでできるんだったら、なんかまた楽しめそう。これあれですよね、あのバイオハザード5の時のシェバと一緒に BSAA の隊員として活躍する時のクリスですよね。このマッチョさ、さっきのムービーシーンだと以前のクリスで、あの細マッチョのまんまなんで、なんかいきなり隊員が一人増えたぐらいの驚きがあったんですけど、この違和感が楽しいな。でもこれ操作覚えねえと、まずスタートラインにも立ってない。回復しなきゃ。でもハーブの場所ってどこだったっけ、わ思い出さんよ。食堂の上行ってみましょうか。ちょっと、あでももうこの時点で館中にお食事中の皆さんがいらっしゃるっていうことで、あ結構綺麗、シャンデリアめっちゃ綺麗やな。お食事中の方が、お食事中の方が、あこれでもあれ照準動作がうまくいかない、ごめんなさい。そしてお腹が痛い。あエスカーからもらった銃、15発しか入ってないのに弾がもう2発外してるんで、やばい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 、やばいんじゃない。ちょナイフの方がいいか。あーやめてー、食べないでー。ちょなんでみんなそこが好きなんだよ、鎖骨がうめえのかよ、やめろ。すいません、でもトロフィー取れた、トロフィーバイオハザードようこそ。いらねえ、そのトロフィーいらねえ。あのアクティビティに表示されるんですよ、あの公開設定にしてるんで。まあということで、あのちょっとプレイめちゃくちゃですけど、美しくなってますっていうことで、いかがですか、美しくなりましたプレイステーション4バージョンでございました。ヘボプレイを最後までご視聴いただきありがとうございました。うちわ向けのバイオハザード実況でございました。失礼します。